3人組4人組で1本勝負やっていくから、1本勝負やっていくから、必ず今突き合ったから必ず突き技を打つ、決めるとかじゃなくて打つということを今日頭に、今週ずっとしばらく頭に入れて、突き技を出すんだということを考えてね。だから、はい、無理やり出すんじゃなくて、ある時は無理やり出してもいいから、そういうことしないと、そういうことやってるうちに、ね、どこで出せばいい、どのタイミングで出せばいいというのは分かってくるはずだから、まず失敗しないと出ないから、そこを考えてやろう。いいか、はい、はい、じゃあ面取って、スタート。